おいおいおい、もう村遠いんだけど。ふらい、これだ、ここがいいと思いますみたいな。よかったな、陸地の中でよかった。はいどうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。つってね、ちょっとお尻ちょっと出てるよ。これお尻ですか、これなんで。久しぶりにですね、船の方登ってくれっていうリクエストあったんで、ちょっと登りましょうかね。いや、ほんと行かないと、たまには本当に。そういうの、マジで大事ですね。マジで大事。だから、ちょっとずつ、一つ一つ大事にしながら進んでいかないとダメなんですよね。はい。ということでね、前回は、マグマダイブで、全ロスしました。はい。全ロス会でございました。で、その復活のためにですね、ちょっと村人を鍛えたりとかっていうことをさせていただきまして、おりましたということでね。まあ今日は、そこを利用しつつ、もうせっかくだからちょっと村遠いななんて思い始めてるわけ。まあそこを進めていきたい。はい。こちらのチャンネルは年末年始のほぼ毎日マイクラフト動画をお届けし、そして夕方には何かしらの配信をするかしないかよくわからないような状況。そして、メルダムでは様々な配信をしております。こちらもメルダムでの公開収録を行っております。私、マグニーと申します。以後、お見知りおきよろしくお願いいたしますね。まあ初見はね、初見はなんだこいつってなると思うんですけれども、そこをちょっと我慢していただいて、ちょっと見るとですね、もしかしたらハマるかもしれません。まあ、ハマった方は、まあもう家族みたいなもんなんでね、私家族たくさんいますから、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、行こう。もう、行こう。じゃあ、昨日の動画でね、ツルハシを持った、あいつ出したんだけども、道具菓子ね、出したんだけども、ツルハシを、肝心なツルハシをね、取引し忘れてるんですよ、私。まずそこからスタートですわ。で、ツルハシゲットして、もうつなげたいと思いますね、ザーね。作った道を使わないってわけではない。皆さんもう、この2021の私の姿勢を見ていただくと、わかると思います。必ず、あ、こいつはあの道を利用するだろうなと。あの道の周りに何かしら家とか作ってくんだろうなって。もう分かってるでしょ。うん。安心してください。それでは、本日もやってまいります。招待。修繕が何個 ?1 個しかないのか。おお、2つあるじゃん、ちょうど。これとこれにつけるか、まあ、ツルハシにつけるかなんかすればいいと思います。まあ、効率とかその辺もゲットしたいけれども、まあ、とりあえず何が必要かって、そう、木を借りに行かないといけないんだよ。木を借りに行かないと、結局木を借りに行ってエメラルド稼いでってことになるんだわ、これ。あ、いい道ですね、皆さん。改めまして。作った道です。これもちょっと使います。ちゃんと使うから、ご安心していただきつつの、今後のね、ここの発展をね、楽しみにしていただきたい。で、それを、でも本当の話するとですね、前回の時にですね、全ロスしてなければですね、ここを作ってるはずだったんだよ。一箇所、一区画ぐらいは私、装飾するつもりだったんだけど、ちょっと遅れてしまいましたね。さあ、再びやってまいりました。もう子供の成長を待つ必要はないので、多少離れたところでね、あの辺の木をね、借りましょうか。そしてエメラルド稼いで、ツルハシをゲットして、ネザーゲート作っていきたいと思います。登録。空からの映像は、リプレイモッドってやつですね。はい、新人カメラマンがうち来てくれてるんで、いやマジで有料化してもいいぐらい、多分広告とかで稼いでると思うんだけど、リプレイモッドマジで、はい、もうちょっと運営、みんなからお金取ってさ、運営をもっと円滑にしてさ、もう少し機能を良くしてほしいな。今は、まあ、そういう買い切りの時代じゃないか。ねえ、買い切りだと終わっちゃうもんね。だからサブスクなんだな。サブスクで、こう、永続的にね、収益を見込みたいんだよね。みんなどこの会社もね。はい、木こり終了です。そんなに昨日ほど長くはやらなかったけど、やっぱりね、ツルハシじゃなくて斧がいいだけで結構取れました。さあ取引の時間だ。エメラルドを稼いでツルハシをゲットしよう。おい来たぞ。聞こえなさい、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 また来たよ。これね、どういうこと。おすげえ、おーすげえ、めっちゃ早い。ありがとう、ありがとう、教えてください。皆さん、今あまりにスピードついていかなかったやつ。こうしてあ、これで限界来て、限界来て、おい、おーすげえすげえすげえ、早ーマジすげえ。多少今日は原木余裕あるし置いとくか、資材としてね。こうだこうだ、うわーすげえ、あいた。だから耐久1っていうのが、ちょっと待ってね。じゃあパーンじゃなくて、パーンじゃなくて、この人とかを育ててみるっていうのもありだよね。もしくはもともといたもう一人の鍛冶屋、ちょっとみんな大きくなっちゃって君じゃないんだよな。もう一人いるはずなんだよ。だから君じゃなくて。おいおい、君か。あ、そうだ、君だね、君だね。よし、このね、耐久力2のシャベルを取引して、キラリン。おお、耐久2のツルハシだ。これはいい。うわー、もう1個欲しいな、耐久3になるじゃん。もう1個欲しいから、木こります、木こります。木こりますじゃないね。おじさんになります、おじさんに。おい、もしかしてまだ取引できない？いいやな、残ってたね。23個ある。おお、ぴったり。これか。これだ。いやー、よし、皆さん、なんとかツルハシがやってきたぞ。じゃあ帰ろう、帰ろう。てか水揚げと作ろう。この村と。ダメだろそれ。ピアせめて村人がいないところでやろう。ナイス。じゃあ一旦帰ります。帰るついでに途中で道中で黒曜石を稼ごう。あるのよ、黒曜石稼げるとこがね。寝ますいおやす登録。あった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 、あそこ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 。ほら、めちゃくちゃあるでしょ。これでじゃあいただこうと思います。もうこれで足りたな。よし、足りたぞ。村とつなげてやる。バカ野郎。これ村と行き来が楽になればもうちょいはかどるぞ、みんな。あ、忘れてた、お前の存在をすっかり忘れてた。ごめん、悪い。結構取れたがあるのにね、君。ないか。一番初めに名前つけたんだ、おじさん。いた、ごめん。うん、俺、ちょっと、はい。忘れてた、ごめん。またね。危ない。おお、かわせた。さあ、帰ってまいりました。久しぶりに、在庫に原木が追加されましたね。嬉しいですね。いや、今日はでもね、何より嬉しかったのが、やっぱ取引のスピードがかなり格段にアップしたというか、教えてもらったんですよ。スペースとシフトのこの神々しじゃないけど、ちょっと自分でもね、やり方がよく分かってないんで、説明はできないんだけど、めっちゃね、取引のスピードがね、めちゃくちゃ速くなった。あれはかなりいいぞ。ツールボックスもこれいっぱいだな。入れておきます、ここにね。あ、で、この子たちを合体させて、耐久3、ちょっと待って、逆の方がいいのか。あ、いいね。で、こうする。で、ここに修繕をつける。じゃあ、鉄のつらしいらなくなる。ここに修繕をつけて、もう修繕ないから、OK。さあ、どこにゲートを作りましょうか、いざ作るとなると。で、この人たちが入れるとまずいか。入れるとまずいし、全体、この辺でいいんかな。悩ましいですね。なんかこれからなんか使ってくると言わんばかりにこう敷いてある感じがなんかない私使ってくださいって、ここがいいと思いますみたいな主張があるような気がするんだよね。だから、こうしてああやっちゃった。あ、タイマーつない。こうして。ね。あ、これ逆じゃん。もともとあった缶桶がなんかネザーゲートに進化しましたよ。的な感じにしといて。で、ここのポジション覚えとこうか。いやー、全然余裕だよね。これ60、高さも69。高さは別に関係ないんだけど。はい、これで大体わかりました。はい。つなげ、お前入んなよ、お前ら。頼むぞ。絶対入んなよ、お前らな。分かってるだろうけど、先ほど村で作ったネザーゲート入っちゃうと自分が作りたいポジションにはできないです。できにくいですね。できないこともないとは思うんだ。それも運ですね。運に任せることになるんだけども、そこを確実に自分が作りたいポジションに作るためにネザーの中をもう作るので、ネザーゲート2つ分の黒曜石を持っていく必要があるということですね。ちょっと待って。ここは丸石持っていっとかないと。あんまりないじゃんな、丸石が。丸石全然ないじゃん。やばい、そうだ、昨日ブランチマイニングで本当は石がたくさん増えている予定だったんだ。ちくしょう、バカバカバカ。木材は使えないぞ、ネザーの中なんだから。ネザーラックも弱いしな。爆破で潰されたくない。もうしょうがないですね。ちょっと継ぎはぎにはなりますが、さまざまな石を用意して持っていこうではないかな。ていうかもう石系全部持っていくよ、石系。そして松明どっかにあるは、どこに片付けたの松明。ねえお前、松明どこに片付けたの。あれロストしてなくしたんだった。夜だし。おやす。そう、私昨日全ロスをかましたんですね。先ほども説明したかな。全ロスかましましてですね、全ロス。よし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 、松明を用意しまして、よし、これいいね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 。今日の成果物はまたネザーの中の、通路になるぜ。お、看板あるね、看板あるね。レッツゴー。登録。今のポジション、うわー、そうなってます。ほう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 、なるほどなるほど、そうなってますか。はい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 。あ、でもね、X が 4Z がマイナス53のポジションにゲートを作りたいです。だからめちゃくちゃここいいんだよな。この流れでこっちに進んでいかないといけない。だからここを開けて道にしていけばいいと思います。53のところまで。Z の値今16だけど、ここがマイナス53までいかないといけない。53、もう一個向こうだね。オッケーオッケー。じゃあここです、ここです、皆さん、ここですね。ここがゲートになればいいわけですよ。安全で割と大丈夫だな。よかったな、陸地の中でよかった。いきます、開通せよ。イエーイ、イエーイ、成功。さあ中で楽しむかね。さあでは本日の道つなげ、成果物として捧げるぜ。レディー3×3 のスペースを作るだけです。でその中では中は安全なように、してしまえば大丈夫ですね。高さ4になっちゃうとガスタが湧いてしまう可能性があるので、ネザーの中では高さ3にしております。まあでももっと高さ作って下を枯らすとか、そんな感じにすればガストも他のモブも湧かないので一番適切ではあるんですが、今はガラスとかもないからね。ガラスの代わりにハーフブロックとかでもいいんだけど、もうそれももうめんどくさい。もう別に、なんだっけ、ゾンビ豚ぐらいね、出てもいいからってことで高ささんの、トンネルにしている次第でございます。皆さんよろしくどうぞ。さまざまな石をランダムで設置していく。どんなで余ってる石めちゃくちゃ使うな、有意義に。お前できたー。これで村までつながりましたぞよ。まあとはいえネザーの中でも結構な距離があるということが判明いたしましたのでね、まあ、そこも対処していきたいところでございます。向こう側につけますかね。ちょっと松明多くない、ここ。お前だ、ここも並んでる。よし、じゃあここネザーの道東大裏。開通。最高潮に完成いたしました。馬で走ってみてもいいんだけどね。それもだから本当検討しましょう。馬を本当言うと氷海でボートって話なんだけども、それはまあとりあえずいいんじゃないの。ここぐらいまでの距離だったら我慢しようよ。それはもう2021年お前走れマグニーね。お前走ればいいんだよ。よし俺走る。ほな